よいしょよいしょよいしょ。はい、インディーズバンドロムさんのリーダーことボーカルのラッです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ちょっと後ろ布団映ってますけど、気にせんように。はい、気にせんとこのままで寝るわけじゃないですからね。すごい話しますよ、ね、はい、ということですね、今回なんですけども、はい、ちょっと久しぶりにアルフィさんの面白い、面白いというか、面白い、面白い、冬将軍という昔の映像がありまして、曲がありまして、冬将軍っていう曲すごいな、はい、これからちょうど冬なんで冬将軍だろうと思ってちょっと言わせてきました。はいはいはい、この時のね、桜井さんは角刈りの時代ですね。お、冬将軍ってこれいつやったかな、70何年やったかな、お、結構あのいかつめの桜井さんっていうことですね。そうなんですよ、いかつめの桜井さん。でもなんか前から桜井さん角刈り時代ありましたよってコメントをいただいてたんで、一度もあの見てなかったんで、いや私ね検索して見ようと思ったんですけど、どうせ多分コウさんがいやこれはもうね動画の時に見ようみたいな感じで言われるかなと思って我慢してました私で、はい、それをちょっと見てみようと思うんですけども、はい、冬将軍で70何年やったかな、結構前なんですね。はい、メモってない、あ、そうそうそう、デビュー前、デビュー、あ、1979年の12月30年末、君こそスターだっていうあの、はい、スター誕生のライバル番組、そういうのあったんですね。オーディション番組なんですよ。へー、オーディション番組に出てたアルフィの貴重な映像っていうか、これがちょっと見つけたんで、へー、79年12月30日やから、79年いうことは、あ、一応デビュー、メジャーデビューはしてたんかなで、あのスター誕生みたいな感じのそのオーディション番組で歌ってる姿ということで、これがまたギター、ギター、ベースなんですよ。すごい構成ドラムも何もいないというね。すごいな、はい、ちょっとその映像を見てみようかなと思います。はい、行きましょう。さあ、決戦の伊藤拓司さんは嬉しい格好だ。おぉ、ちょっと待って、あのベースやなくてこういうのか、こういうの持ってるみたいな、あの西部警察におるでしょみたいなそうそうそうすごい格がちょっと待って歌入ってけへん、どうしよう。高見さん、高見っすかこれ。誰かわからんかった一瞬、真ん中はね、坂崎さんはねもう全然変わりませんねみたいな感じですけど、女の人みたい、ね、かわいい、ちょっとふっくらしてますね、この時の高見 ね、いや坂崎さん変わんないっすね。この時からスタイルめっちゃええですね、高見足長、いや美しいな。異質すぎる桜井さんあーでも声全然変われへんね、うん、あーでも若い力のある声ですね、うん、いやもう髪型髪型はい、ちょっと短かったですけど、え、ほんまに角刈りって前から見たらここまっすぐなんですね、うんですねこれはなかなかの映像でしたよ、ということで見てみましたけど、だいぶだいぶね、いかついほんで口から出てくる声がもうなえーって綺麗すぎやろ声みたいなちょっと待ってもうこれあの一人だけあの15歳ぐらい年上の方が紛れ込んでるみたいなね、まあ、これこういう映像があったんですよ冬将軍っていうね、い映像ですけども、あの似合ってるんですよ、うんうん、めちゃくちゃ似合ってるんですけど、なんかあの高見と坂崎さんと部類がちゃいすぎて、うん、え、サポートの方ですかみたいな、うん、この時高見あれですね、すごい歌い方めちゃめちゃ丁寧に歌ってましたね、うんうん、うーん、あのうえー
いう感じだよね。まあ、そうか、そのオーディション番組っていうこともあるから、 あのね君こそスターだでしょ、これに出てきて、この時はもうデビューはアルフィーはしてるんですけどもね、まあ、そういう一コマがあって、出てきたんだろうと思うんですけど、でもバチクスフォークソングでしたね。バチクスフォークソングなんですけども、はい、これ実はあのちゃんと元々バンドバージョンであるんですよ。そうなんですね。これ多分アコースティックでやってるんだと思うんですけどもね。いやこれでもこの桜井さんがこの時は、今ってこう動かないんですけど、この時めっちゃこう乗りながら、こんなんしたりとかね、あの2人があんま動かへんからすごい目立つなぁ思って、なんでしょう、やっぱリズム取りながら難しいですよね、このアコギアコギで、ねね、ベースでやるとリズムの取り方って非常に難しくて、テンポ合わすのは、そういうのもあってちょっと動いたのかもしれないですけども、まあでもこの時ちょっと元気いっぱいの桜井さんっていうことで、ね、元気いっぱいと結構なんかいかつい感じの桜井さんと、声がもう前にポーン飛びますね、若いんでね。そうですね、超パワーが、なんか今はここら辺すごい綺麗に響いてるっていうイメージですか、おーこういう声がでもやっぱベース変わってないですね、その基本的にこの、ね、声は変わらんよね、綺麗やわ、この風貌からこんな綺麗な声出るのって、私も初めて、もしね初見でこの番組でアルフィーさん見ましたってなった時、まずそこしかいかへん意識がっていう、いや高見沢さん今出してますけどね、もう肌ツロツロ、こういう感じの色白いですね、やっぱりね、これどうやったらこんな髪型なんやろな、ね、髪やっぱ綺麗ですよね、本当にね、いやなんか若いね、派手なイメージしかないからちょっとうんと思って、すごいですね、黒髪ですからね、いや王子様ですね、黒髪で、まあもろこれ、フォークな感じの、ね、すごいな、でもこれ普通にスーツ着てネクタイ、ねして、まあネクタイはちょっとおしゃれネクタイになってるんですけども、足長いわ、足長いわ、坂崎さんほんま変わらんですよね、うん、これはでもアコギをね、これよく見るとマイクで撮ってるんですよね、あほんまや、はい、ああアコギの音をマイクで撮ってますね、この時なんかエレアコみたいになかったんですか、エレアコってこの時期、いやあったのはあったと思いますけど、でも坂崎さんもマイクで、ね、ベースだけこれシールドでつないでますけども、うん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 、なかなか貴重なこのマイクで撮るアコギっていうのもね、いやなんか坂崎さんずっと一貫してますね、うん、この方ね、髪型だけちょっと鶴瓶さんのあの鶴瓶さんか坂崎さんかみたいな感じになってます、まあ、ですけど、でもまあ本当に一貫してずっと同じスタイルっていう感じですよね、うん、僕もねやっぱりこの君こそスターだっていう番組自体を知らなかったです、スター誕生はねあのよく聞きますけども、私も聞いたことこれ初めて、ライバル番組でこれがあるんだってと思って、まあ、こんな貴重な映像がね残ってたんですよ、いやよくぞまあ残していただきましたね、これねショートバージョンですもんね、これ ねテレビ用の多分ショートバージョンで歌ってると思うんで、はあ、いやこれ、まあ、インパクトや思いますよ、えバラバラすぎやしませんか3人ともみたいに、てかえうち1人えみたいな、高見沢さんおしゃスーツ着て、スーツもこれ裾広がりですね、これズボンね、パンタロン言うんですか、ラッパズボンじゃなくてパンタロンちゃいますかね、これね、で坂崎さんは蝶ネクタイいやでもすごいお似合い、蝶ネクタイ、直近に蝶ネクタイね、これねおしゃれな人しか合わないんですよ、蝶ネクタイってね、桜井さんはもう、まあ、大門で、もうね、もう本当に、ね、こうやってそうな人ですよね、そうそれがなぜベースを持っているっていう、そうひげ生やしてほんまに一瞬なんかあの出てきた瞬間、ああ西部警察の人やって誰もが思うでしょう、そうそうそう思ったでしょうね、これ当時、いや私思った、初めて見た人の感想を一回聞いてみたいですね、ねえ初めてこれ見たら、音楽活動もしてはるのみたいな、これはちょっとなかなかのびっくりな映像でございますけど、ね、貴重な映像ですね、いやでも高見足長いわ背高いですもんね、うん、ちょっとやっぱ170何倍だっけ、ね、6ぐらいあるんかな、だから一人だけなんかもう外人みたいですもんね、うん、体つきが、ね、色白いし、モテたでしょうね、俺当時ね、うん、だと思いますよ、そうね、なんか忙しい言うてましたもんね当時ね、いろんなことに、ああ、ねね、いろんなことに忙しいっていう話をなんかどっかで聞いたことがありますね、
あれ、うん、なあの NHK のファミリーヒストリーでしたっけ、はいはいはい、あの時にやっぱりなんかこうすごい有名やったと、バスケ部やったじゃないですか、うんうんうん、高見沢さんが、うん、もうなんかすごいもうかっこいい先輩がおる言うて、うんうん、もうあちこちからああいう話を聞いた時、そらそうやわ思って、うん、これ見て。でもやっぱり これが79年ですけども、今もやっぱり一貫して変わってないですよね、うん、その歌い方とかそのアルフィーっていうスタイル自体はやっぱ変わってないなと思いますね。大抵そのなんかアーティストって結構変わったりするでしょ、歌い方が変わったりとか、うん、声が変わったりとか、うん、キーが変わったりとかするんだけど、あキーが変わるようありますよね、うん、キーがねあるんですけど、アルフィーはもうそのやっぱり未だにこのまんまなんですよね、うんうん、その歌のキー その音域も変わらないですし、むしろ私広がってるんじゃないかなって思いますけどね、桜、うんうん、井さん本当になんかもうあのすごい声にやってるじゃないですか今。でも この声を未だにこの67歳で出し続けてるっていうところがすごいですよ ね出し続けててなおかつ音質良くなってるってどういうことやねみたいなところがある。そうそうそうで、そうそう、で高見沢さんの方は、高見の方はもう本当にあの高音に磨きがかかってるじゃないですか、この時からやっぱりちょっとあのあ声高い感じでやっぱり発声されてるんだなと思ったんですけど、うん、いやすごい進化してるね、あの未だにやっぱりこのパッなんかこの雰囲気がね、未だに変わんないのは、ね、未だにこういうことやりますから、そうですよね。で3人とものスタイルがそのまんまなんですよ、言ったら、だいたいちょっと変わるじゃないですか、ふくよかになったり ねちょっとね見た目がね、うん、あでもほぼ多分体型変わってないですよ、変わってないですよ、変わってない、うん、あの何やったら高見だけはすごいあのお派手になられてみたいな感じになってますけど、うん、衣装の重さが増えてるっていう、そう衣装の重さがねほんまに衣装の重さとギターの重さが増えて体重変わらんのに、そうお肌になられてね、ギターも年々重くなっていってるっていう、でもそれが似合ってるからこそ逆にどんどん派手にしてくれって私は思いますけど、高見見てたら高見沢さんも ねいきなりイメチェンしたわけじゃないんで、あの、うん、徐々に、ね、どんどん派手になっていってるんですよ、ね、だからなんかあのファンが気づかぬ間にいつの間にかめっちゃ派手になってるみたいな、ね、徐々になってたんで、あの歴史を追っていくとね。でもね髪の毛お若い時のまんまですね。ねえあれ地毛ですからね、髪の毛すごい綺麗だなと思って、うん、そんなとこまで見てるんかいう話ですけど、やっぱりね女子なんで私お肌と髪の毛よう見るんですよ、ほんまに。今日ではあのランさんお好み焼き屋さんで髪の毛綺麗なっておばちゃんに言われてましたね。そこ褒めるとこ思って、うん、ありがとうございます。そうまあそんな感じでですね、アルフィーの79年のね、君こそスターだっていう番組の、はい、オーディション番組があったんですけども、それの冬将軍というのを見てみましたということで、はい、はい、これぐらいにして終わりたいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。これ面白いよなこの髪型あのここまで潔く角刈りできるのもすごないです、これ勇気いるでしょ、うん、ここだってほんま平らやもんな。私なんかそのダイモンさんもそうですけど、仁義なき戦いのどっかの役柄で出てくる人やるとか思って、うん、これはすごいわ。まあちょっとね柄の悪い感じになるじゃないですか。これでも本当にこれ初めて見た人どう思ったか聞きたいよね、パッて出てきて桜井さんもね、あのほんまの最初のデビュー当時はあんなフォーク系の髪型やったんですよ。え、長かったんです。あそうなんですね、うん、ちょっと長かった。で今はオールバックがねもう定着してますけども、まあね、あの昔長かったんですよね桜井さんも実は。この角刈りもう平らほんま正面からこれもうちょっと伸ばしてこうやると MC ハマーみたいなそっちMC ハマー、ね、もうちょっと伸びたら MC ハマーになるでしょこれねこれなこれ、ね、いやでも、うん、あのお似合いなんですよ、すごい似合ってるんですよ、うん、これでもこのヒゲがあるからやと思うんですよ、ね、ここにで昨日ね、うん、昨日、ね、この桜井さんなんですけども、昨日ね、私あの視聴者の方にいただきましたあの桜井多田寺商店のですね焼酎を、はい、いただきまして、うますぎて米焼酎やったんですよね、はい、で米
ってあんま飲んだことないんで、どんなんやろうと思って飲んだんですけど、まあ、でもあの米焼酎って、うん、なんか物によっては結構日本酒みたいな味のするやつありますもんね、言ったらね、あれがまた飲みやすくて、俺リピートしようかな。あの口当たりが柔らかで後味すごいすっきりなんですよ。そう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 、だから焼酎基本ちょっと苦手だなっていう人でも飲めるは飲めるなと思って、うん、そうそうそう、水みたいに飲まはったんで、はい、美味しすぎて僕多分9割ぐらい飲んじゃいました。そうですね、ほぼ1本僕一人で飲んでしまったんですよ。ほぼ丸々1本飲んじゃいましたっていう美味しすぎて、いやほんまに俺あんなことなかったやん。そう、今まで2日に分けて飲むつもりで持ってきてくれたんですよ。そうそうそう、コウさんがね、あのね今回広島と岡山に来てるんで、はい、まあ、2日と2泊なんで、ねね、まあ、2日で1本飲めたらいいよねって思ってたんですけど、なんか1日で1人で飲んでもたわよね。1人で飲んでしまいましたね僕。いや本当にね、あの、うん、普段だったらまずないんですけど、まあ、あのその前にハイボール2杯、うん、いや3杯やわ、3杯引っ掛けてるんですよ、はい、2人で。であの普段やったらもう飲まへんわとか、うん、1杯2杯にするわっていう方がもうじゃんじゃん入れて、私が1杯飲んで2杯飲んでるみたいなペースで飲んでたんですよ。そうそうそう、だから生配信の時にコウさんペース早すぎってみんな褒めてブワー流れてていやあんなことないんですけどね、美味しかったっすね。でも本当にね、あの焼酎もめっちゃ美味しいですね。危ないっすね。危ないですねでもなんか私あれ本当に3本ぐらい買い置き置いときたいなって思うぐらいですね、うん、あれは美味しい焼酎、あれはねやばい。で瓶もかっこいいんですよね、桜井さんのひげがね、グラサンとひげがでもう一瞬で誰か分かるっていう、ね、うん、そう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 、ひげって書いてましたもんね、焼酎の名前で余談になったんですけどもね、まあ、そうなんかほんまに俺あんなんほんま何年ぶりやろ、あんな一本飲むことまずないもん。いやね、私も飲める人やったんやと思って、ちょっと昨日ちょっと本気出してもらった、引いてましたね、おーおーおおみたいな。ランさんが引いてたもんな、あの酒飲みのランさんが引きました。でずっとランさんに「なあなあなあ」みたいな話し、こういろいろ話しながらね、はい、気持ち悪い話しながら、もう、ね、大変でしたよ昨日は。まあでも何かあの変に絡んでくるとかっていうのはないんで、勝手に喋らしとったら楽しそうにしてるんで、はいはい、いう感じで、ね、楽しかったんですよ、はい、一人でしゃ楽しい喋ってはりました、こうそうそう、はい、それぐらい美味しかったんで。いやでも本当に皆さんね、あの、まあ、飲んではるとは思いますけど、うん、まだお飲みでない方、ぜひとも桜井さんのところのね焼酎貼っときますわ、はい、ぜひとも飲んでください。僕もまた買います、はい、買って、あの私も買います、あれ、はい、飲もう家で。え、通販やってるんですかね。やってますよ、うん、あれ本当美味しかった。私今まで飲んできた焼酎の中で一番美味しいと思いましたね、うん、本当にだからあのアルコール臭いとか焼酎臭いのが嫌いな方は絶対これおすすめやな、うん、癖があるのが嫌っていうか、ね、昔ね、あのスナック行ってた時スズメっていうボトルがあってあれ美味しかったんですけど、あれね、私1回だけ飲んだことあるんですけど、あれ美味しかった、ね、あれも飲みやすいタイプなんですけど、酒の話ばっかりな、まあいいや。いやもう桜井さんね、桜井さんね、でも、ね、今回のこの、ね、桜井多田寺商店の、いやこれは美味しい、このね米焼酎はね、ちょっと僕も飲みやすさナンバーワン、美味しさナンバーワンで、もう1本いくぐらい美味しかったです、ね私ほんま買いたいとか思ってるんで、うん、今本当に、うんうんうん、いや本当送っていただいた方もう本当にありがとうございます。センスがいいな思った。いやこういう機会がなかった、私知り得ることがなかったので、うん、いや本当にありがたいなと思ってね、はい、ちょっと最後お酒、はい、焼酎の話、まあ、桜井さんですからね、焼酎の話してもいいと思うんですね、はいはい、ということでオフショットでした、はい、ではでは、ありがとうございます。10月秋の